アクバル病は最高のペルシア語の詩と最高の大理石によって装飾されている。インドの遺跡におけるペルシア語の碑文とはアリーアスガルヘクマテ、シーラージー博士によるペルシア語の書籍で1956年及び1958年に発行された。インドの歴史的遺跡で発見された80を超えるペルシア語の碑文のテキストが掲載されており、 その遺跡の多くは現在、国の遺産として指定されたり、ユネスコの世界遺産に登録されたりしている。2003年に、インドの遺跡からの200の碑文を追加した、最新版となる、第3版がペルシア語で出版された。英語版も印刷中である。インドの遺跡における、ペルシア語の碑文インドの遺跡における、ペルシア語の碑文本書の第一章は、 インドのペルシア語碑文の歴史に当てられており、イスラムの初期の発展まで、及びそれ以降の碑文研究の歴史を説明している。サーサーアン・アサのペルシア語の碑文は、アジャンター・セックス群、プラケシン2世の知性に由来する多くの校歌、チェンライのセント・トーマス・マウントや、サントメセイドウといった教会の十字架、バンガロールの聖マリア聖教会で見られる。インドでは、ペルシア語の碑文は通常、 モスクや墓などの建物、または鳥で、宮殿、門、貯水槽、井戸、庭園、橋などの世俗的な建造物に見られる。印鑑、花瓶、食器などの特定の持ち運べるものにもまた、しばしば名が刻まれている。インドにおけるほとんどのインドイスラーム及び、ペルシア語の碑文は、12世紀の最後の10年間、ムハンマド・ゴーリーがデリーを征服し、そこに、 彼の王朝を確立した時から遡る。しかし、ハリアーナー州、グジャラート州、ケララ州では、少数の日付の古い碑文が見つかっている。インドで見つかったペルシア語、アラビア語、およびウルドゥ語の碑文では、最も顕著に示されている王朝は、マムルークアサ、ハルジーアサ、トゥグルクアサ、サイードアサ、ローディアサ、ムガル朝,ガル朝およびスール朝であり、 他の多くの地方王朝の碑文にも見られる。強力なムガル朝が権力を握った時、彼らはペルシア語を碑文、効果公式の手紙など多くの学術的及び行政的事項の主要言語として使用した。後期のムガル朝の下では地方公国の多くが自治体となり、ペルシア語を公用語として使い続けた。その後、ウルドゥ語が広く使用されるようになった時、 その存在も碑文に記録された。各碑文には、アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語の碑文に加えて、2カ国さらには3カ国語の碑文もある。ペルシア語、およびペルシア語とコーランのアラビア語の混合は、サンスクリット語、ヒンディー語、英語、ポルトガル語など、他の多くの言語と共に使用されてきた。このような碑文の例は、ニューデリーのクトブミナール。 シカンドラーのアクバル大帝の墓、ベンガルのアディーナモスク、アグラのタージマハルなど多くの場所にある。さらにアラビア語とペルシア語の碑文はクーフィカラダ、ナスフカラダ、スルスタイ、ルクアタイ、ナスターリクタイといったアラビア語やペルシア語カリグラフィーの様々なスタイルで書かれている。この本では以下のようなペルシア文字が刻まれている多くの宮殿、鳥で、墓、 モスクについて説明している。ムガル帝国第五代皇帝シャージャハームが、ムガール帝国の首都をアグラからデリーに遷都した際、自らの名を冠した神都シャージャハーナーバードにおける居城として、1648年に建てられた。2007年に隣接するサリームガル城と合わせて、赤い城の建造物群として、ユネスコの世界遺産に登録された。 ラホール門内のチャッタチョウクは、宮廷の女性たちのためのショッピング街であったといい、現在は土産物屋が並ぶ。インドのニューデリーにある大統領の官邸。総敷地面積は約130ヘクタールあり、国家元首の官邸としては、世界最大規模の面積となる。アクバルビアクバルビは、ムガル町皇帝、アクバルの墓で、ムガール建築の傑作と言われる。 1605から1613年に息子、ジャーハン・ギールによって建てられた。アーグラの一部シカンドラーの119エーカーの敷地に、あり、ペルシア語の碑文と詩が刻まれた、最高の大理石の石でできている。タージ・マハルは、ムガル帝国第五代皇帝シャー・ジャハーハンによって、立案され、1656年に竣工した。この巨大なモスクの建設には5000人の労働力と6年。 以上の歳月を要した。また建設に際して、当時の金額で100万ルピーの費用がかかった。シャージャハーンはこの他にもデリー各省やアーグラ、アジュメール、ラホールに主要なモスクを建立している。デリーのジャーマーマスジドの間取りは、アーグラのジャーマーマスジドと告示していると言われている。また、シャージャハーンの息子アウラングゼーブによって1673年に、 ラホールに建設されたバードシャー,アーヒー・マスジドとも深いつながりがある。ジャーマー・マスジド50年以上忘れられていたこの本の第3版はモハンマド・アジャム博士によって発行された。出版社の紹介によればこの本はペルシア語とペルシア文学そして言語学の学生たちに特に強く待たれていた。審判には約120枚の画像と五部構成の 第7章が追加されている。審判はインドの世界遺産に登録されているペルシャ語の碑文という別のタイトルで発行されている。これはここで説明されている赤碑文の多くが世界遺産及び無形文化遺産として保存及び登録されているためである。第3判にはタージマハルについての詳細な説明と写真が掲載されている。 タージマハルは1632年着工、1653年春工とされる。ムガル帝国の第五代君主シャージャハーンが、無本を起こしたシンカハーンジャハーンローディ討伐に出た際、突き従っていた妻、ムムターズマハルが、遠征先のブルハーアンプルで、三徳病のため1631年6月7日、死亡した。その遺言の一つに、 後世に残る墓を所望していたことから建設されたものである。この章の第一部には、クトゥブシャヒオ町の時代に遡るハイデラワードの遺跡にあるペルシア語の碑文の抜粋がある。また、ゴルコンダトリデとアーンドラプラデーシュ州のデカン高原からの碑文も含まれている。第二部では、ベンガルの石碑上のペルシア語碑文の詳細がある。第三部では、 インドのムガルペルシア建築を扱う。インドのペルシアスタイルの建築と言語の影響は、トゥグルク朝から始まり、さらに、その後の当時王朝はすべて、ペルシアごと文化が支配する地域である、大ホラーサーン地域から来ていた。ムガル朝も、また大ホラーサーン由来のため、この本は、ムガル建築をホラーサーン、または、ペルシア様式の建築と表現している。 サガンと大理石で作られたムガル町の墓はペルシアの影響を際立たせている。この時代の建築業績の中にはアーグラ城塞と城壁に囲まれた都市ファテープル、シークリー、シャージャハーンによってムムターズマハル皇妃の墓として建設されたタージマハルがある。二重のドーム、凹んだアーチ、白い大理石と公園、対称性と細部に重点が置かれたタージマハルには シャージャハーン時代の建築の重要な要素が数多く含まれている。建物の壁にはコーランの詩が刻まれたが、生物の描写はイスラーームによって禁止されている。第4部はペルシア語とそのヒンディー語、ウルドゥー語、トルコ語などの他の言語への影響について記述されている。第5部には政府の指示や王室の命令のいくつかの実例と、 ハイデラバードとデリーの博物館で発見されたペルシア語の図面の複写がある。インドの遺跡におけるペルシア語の碑文によれば、インドにはペルシア語とコーランの碑文の例が1万5千、近くあり、そのほとんどがハイデラバード、デリー、アグラ、ラクナウなどの都市で見られる。ペルシア語の碑文とペルシア書道を含む歴史的なインドの遺跡のリストには以下のようなものがある。 クトゥブコンプレックスに含まれるその他の遺跡には、ジャマリカマリモスクと、墓、バルバンの墓、クリ、ハーンの墓、メヘラウリー考古学公園の日本記、バオリがあり、さらに、隣接した丘の頂上に、ジャハズマハルとアダム・ハーンの墓がある。メヘラウリーは、クトゥブ・ティーン・アイバクによって建てられ、インドイスラムスタイルとして知られるようになった新しい、芸術と建築のスタイルの先駆的なもの。 ヘクマット・イーシー・ラージー・ペルシア語の碑文のあるインドの遺跡の写真。ありがとうございます。